人生変わる DX モバイルということで、今日もやっていきたいと思います。DX モバイルはですね、僕が今作ってるというか、やってるモバイル Wi-Fi のプロジェクトで、こういうモバイル Wi-Fi の端末がね、ゲットできるんですけれども、なんか普通にモバイル Wi-Fi としてだけではなくて、まあ自分の人生を変えるためにいろんなですね、実践的な、機能、メンタルトレーニングの機能とかね、そのつけていこうというですね、ちょっと面白いプロジェクトやってまして、よかったらぜひ概要の方からチェックしてみてください。というわけで本日のテーマはですね、2週間で腹筋割れるダイエット食材トップ5ということでやっていきたいと思います。ダイエット食材なんですけど、僕実はね、すげえ太りやすいタイプです。本来は。はい。なんですけど、もう普通にこうやってお酒も飲んでますし、あ、今日は、オリビエ・バンシュタインの、プレミエのシャンポーとシャルミシャンベルタン飲み比べなんですけど、こうやって飲み比べとかしながら放送やったりとか、普通にですね、外食とかコースとかも好きなんですよ。で、当然太ります。それを続けたら。なんでかっていうと、コース料理って大体、フレンチのフルコースだったら、多分ね、3000キロカロリーぐらいあるんですよ。フルで思いっきり食べると。で、そこにワインとか普通に1本とか2本とか飲んじゃうと、まあ、多分1日4000キロカロリー1回いかないかぐらい取ってしまうことになるんですね。で、ここまで行くと、さすがに僕もね、結構激しい運動してはいるものの、消費カロリーだけで4000は無理です。もうこれ4000ってどれぐらいすごいかっていうと、ウルバリの役作りをね、するときにですね、ウルバリに出ますね、X-Men のね。1日90分の筋トレを2回やって、で、4000キロカロリータンパク質中心で思いっきり食って、バッキバキなのウルバリンボディを作るぐらいの、それぐらいのやばいカロリー量なんですよ。だから普通に太ります。これを普通の人がやると。じゃあどうしてるかっていうと、帳尻合わせてるんですよ。断食とかもするんですけど、それと同時に、例えばこう、夏前にちょっと腹筋割りたいなとか、ちょっと体絞りたいなとかって思ったら、2週間とか、まあ、長くとも、まあ、1、2ヶ月ぐらいで思いっきり体って絞れるわけなんですよ。ただここで問題がありまして、でもカロリー制限とかダイエットってめんどくさいよね、続かないよね、料理もそんな得意じゃないし、ね、やっぱりね、美味しいものを食べたいし、なっちゃいますよね。で、僕も全く同じで、美味しいものを食べながら痩せる方法ってほぼないんですよ。ないんだけども、食事の満足度をめちゃくちゃ高めることによってですね、まあ、1日500から800キロカロリーしか取れなくても、ものすごい満足度を高めて、そして痩せることができる方法というのがあるんですよ。で、今日はそんな僕が、それこそ2週間ちょっと腹筋割りたいなとか、バキバキしたいなというふうに思った時に、使っている食材トップ5をご紹介したいと思います。乾杯。それでは第5位。第5位が甘いものが好きな人におすすめです。これ。はい。まあ、これじゃなくてもいいんですけど、ハーブティーですね。はい、これローズヒップ。で、これハイビスカス。で、僕よく混ぜたりとかするんですけど、ハーブティーはね、結構最強です。なんでかっていうと、ハイビスカスのハーブティーって結構酸っぱい、梅干しみたいな酸味とかあるので、抗酸化作用も強いし、肌にもいいと。で、あとはですね、ローズヒップはですね、結構甘いんですよね。シナモンとかと同じで、甘いタイプのハーブティーになるんですよ、ローズヒップを使うと。で、こうするとどうなるかっていうと、甘いものが食べたいとか、スイーツが食べたくなった時に、ローズヒップのハーブティーを代わりに飲むと、結構満足できるんですよ。お腹にも溜まりますし。なんで僕は結構ハーブティーとかを使ってます。自分で入れるのがめんどくさい人は、最近ね、結構面白いハーブティーを見つけまして、ムーギーっていう商品なんですけど、ムーギーハーブと、生姜の麦茶みたいな商品があって、普通におしゃれな缶に入ってる、今飲み切っちゃったのないんですけど、おしゃれな缶に入ってる状態で、普通に売ってるんですけど、多分1缶100円とかそこらぐらいで売ってるんですけど、それも結構ダイエット中にはですね、おすすめです。普通の水だと味気ない時には、こういうハーブとか生姜とか強い香りがついている、しかもカフェインが入っていない麦茶があればですね、結構夜中とかにね、お菓子食べたくなったら、このムーギー飲んであげたりとかすると、まあ簡単に飲めるし、食欲を混ぜてくるし、一石二鳥になりますね。ぜひですね、概要の方にリンク入れておきますんで、ハーブっていう、まあムーギーはすごい簡単でいいと思います。おすすめです。見てみてください。というわけで第5位がハーブティーでした。続いて第4位。第4位がですね、これ僕が一番この体重を落とすときに食ってるもんです。はい。それがこちら。馬肉ですね。はい。馬肉って結構すごくて、日本でも、まあ、唯一と言ってもいいほど、生で、刺身で食っていいことになってるお肉なんですよ。で、しかもこれ冷凍で送られてきます。こうやって。大体の場合は。で、これを、そういう冷蔵庫とかに入れて一晩とか置いておくと解凍されるので、で、これで普通に切ったら、刺身でも食えるし、このままでかいままステーキみたいに焼いたりとかして食べてもいいっていう風に、いろんな調理の仕方ができて、解凍できるだけですぐ取れる最強のタンパク質なんですね。それが馬肉です。実際に、カロリーの質もかなり高くてですね、100g で102キロカロリーしかなくて、しかもプロテインがですね 20.1 グラムも含まれてるんですよ。 100g あたりで、これどれくらいすごいかってササミとかに匹敵するぐらいの、レベルなんですよ。だからもちろんササミとかの方が全然安いので、ササミを上手に使うといいと思うんだけども、ササミだけだと飽きちゃうしパサつくっていう場合は、こういう馬肉とかですね、こういったものも使っていくといいんじゃないかということで、僕はもうそういう意味で言うとすごく馬肉はお世話になっておりまして、はい、もうダイエット中はほぼ全部これみたいな、ぐらい食べてますね。プロテインの代わりに最近は馬肉を使ってます。ただ値段が高いので、お金に余裕がある人は馬肉フルでもいいし、まあ、そうじゃない場合は本当2週間
500キロカロリーまで制限して2週間ずっと馬肉を食い続けるみたいなことを僕やってたりとかしましたけど、やっぱ体脂肪ね、結構簡単に3、4%ぐらいは全然余裕で落ちますね。1週間に1.5から2%ずつぐらいは落とせるんで、だから馬肉だけで500キロカロリーとか、僕がよくやるのは400グラム馬肉を食って、残り100グラムで、キャベツ、の千切り半玉食って、プラスちょっと野菜ぐらいな感じで500キロカロリーにしてますね。でも馬肉400グラム食うと結構ね、お腹いっぱいになるので、もうこれだけで結構あっという間にですね、腹筋バキバキにできます。ササミでもね、いいと思いますけど、ササミよりも馬肉の方がやっぱり、なんだろう、栄養価も高いですし、あとは満足感はやっぱりすごい。なんでかっていうと、馬肉って馬刺し食べたことある人分かると思うんですけど、結構歯ごたえがあって硬いんですよ。だから咀嚼回数、噛む回数が多くなんで、満足度が上がるので、僕は結構馬肉をおすすめしています。大間さん好きなんでちょっとかわいそうなんですが、はい、まあでもね、食用の馬肉なんで、はい、ということでした。というわけで第4位が馬肉です。これ最強。はい、では続いて第3位。第3位は卵白。しかもパウダー OK というやつです。これどういうことかっていうと、卵白って卵の白身の部分ですよ。あれ実はものすごく優秀な食材で、1個あたり17キロカロリーしかなくて、卵白だけだったら卵1個あたりで、タンパク質が 3.8 グラムも入ってるんですよ。なんかそういう意味で言うと、普通に100キロカロリー分、例えば卵白を取るということであると、だいたい卵白5、6個ぐらい取れるわけなんですよ。卵白5、6個使った白いオムレツとか作るとどうなるかというと、かなり満足度が高いんですよ。で、出汁の香りとか、あご出汁とか入れてつけてあげれば、白い出汁巻き卵のところも作れるんで、結構おすすめです。はい、で僕も馬肉以外だとこの卵白を結構よく使ってますね。で、卵黄って言うと、卵黄ちょっともったいないので、普通に醤油漬けとかにしてね、調味料とかでね、ダイエット揚げとかに使ってもいいんですけど、僕がねおすすめしてるのは、やっぱ卵黄でも後で食べなくちゃいけなかったら、同じカロリーだけカロリーを取っちゃうので、卵黄ってカロリーが高いので、どうしてるかっていうと、最近もこれ使ってます。乾燥卵白、いわゆるメレンゲってやつですね。卵白を乾燥させたもんで、これ水入れて、でこう一生懸命混ぜると卵白に戻るんですよ、こんな粉が。で、これだったら全然表面筋がめちゃくちゃ持つし、で、まあ、これで、まあ、白い、オムレツとか作ったりとかすると、だしとか入れればですね、全然普通に卵焼きとしても普通に美味しく食べれるので、結構おすすめです。パウダーでも全然いいと思います。ダマになっちゃうことが結構多いので、ダマになっちゃう人はですね、プロテイン用のシェーカー、概要欄のリンク入れてきますけど、シェーカーにメレンゲパウダー入れて、で水入れて、ジャカジャカ振ってね、1時間ぐらい置いとくと卵白に戻るので、でそれで作ると、まあ、卵代も浮くし、一石何鳥にもなるのでおすすめです。というわけで、第3位が卵白、パウダー OK、卵白でした。はい。では続いて第2位。第2位と第1位はもう最強です。はっきり言って。はい。第2位は何かというと、これ、チキンストック。コストコのブランドでカークランドってやつがあるんですけど、このチキンストックが最強で、これ簡単に言うと鶏ガラスープです。しかも常温で保存ができて、じゃあこの鶏ガラスープ何がすごいかっていうと、ワンカップ、だいたいワンカップって 240ml ぐらい、500ml ペットボトルの半分。その半分の量をこの取り出しで使ってもわずか10キロカロリーしかないんですよ。だから実はこれとさっきのこの卵白をコンボにすると最強のダイエットフードができまして、それこそこれ半分、500ml ぐらいダバーって2カップぐらい入れたら相当な量のスープになるわけなんですよ。でも20キロカロリーしかないですよね。で、そこにニラ。結構僕好きなんですけど、最近の時期だと春ニラなんか美味しいですよね。で、このニラをこのチキンストックの中に入れて、で、あとはこの卵白。戻した、卵白を作って、で、それを入れて、煮た卵スープを作るんですよ。でもそうすると、例えば卵白を3個分、これでね、戻して3個分作ったところで、50キロカロリーにしかならなくて、これ 500ml 分、入れたところで20キロカロリーでしょ？で、それで、煮たなんか1本1キロカロリーを切るんで、煮た20本とか入れても、100キロカロリーぐらいで収まっちゃうんですよ。つまり 500ml の、鶏ガラ、ニラ、卵スープを作っても、100キロカロリーに収まるっていう、とんでもないダイエットフードになるんですよ。これかなりお腹いっぱいになります、正直言うと。でもこれも、アマゾンとかで大量に僕も買ってストックしてるんですけど、結構おすすめなんで、やってみてください。本当、鶏アレルギーとかじゃなければ、これに勝るダイエット食品はないと思います。というわけで、チキンストックでした。はい。じゃあ最後、堂々の第1位。第1位はですね、やっぱり食事の満足度を上げようと思うと、どうしても味を濃くしなくちゃいけないんですけど、味を濃くしようすると油分だったりだとか余計なものが増えるわけなんですよ。じゃあ、どうやって濃くすればいいかって、旨味で濃くすればいいんですね。はい。じゃあ、この世で最も旨味を強くしてくれるですね、最強の調味料をご紹介しましょう。じゃじゃん。こちらです。はい。エンジローって書いてありますけど、そう、これ実はね、高知県の天日干しで作られてる塩なんですよ。で、天日干しでね、塩を作ると、おそらくマグネシウムとか、特にカルシウムとかの残留量が増えるんですよ。
天日干しでね、加熱とかしないで、自然な方法で、塩を作ってる、方なんですけども、エンジェロさんって。そうするとね、粒がでかくなると同時に、カルシウムの含有量がおそらく増えるんです。で、カルシウムが多い塩って甘みを強く感じるので、だから甘くないんだけど、食事に、甘みとかをつけてくれるんですよ。だからそれこそこの馬肉とかを、解凍して、馬刺しの上に、馬刺しのタレってカロリー高いのよ、あれ。僕使わないんですけど、甘いタレの代わりに、この塩だけで十分肉の旨味と甘みが引き出されるので、結構これが最強の塩ですね。何かけても美味しい。で、これはちょっと飯テロになっちゃうんですけど、これで塩おにぎり作ると最強です。世界最強の塩おにぎりが作れるんで、何も具材いらないという使い方もできるので、それぐらい満足度を高めてくれる最強の塩です。はい。ぜひチェックしてみてください。ただこれ一個だけ問題があります。この塩、実は4年待ちなんです。予約をしてから。はい。なんで、しかも予約もできないっていう、幻の塩なんで、これ多分普通に手に入れるのはかなり難しいと思いますんで、ただ、天日干しの塩っていろんなものが出てて、僕も実は全部、これね、僕もそんなに買えないので、多分買えるやつで一番美味しいのはこれ。はい。土佐の塩丸っていう、塩なんですけど、すごい結構ね、粗めの塩なんですが、ものすごく旨味が強くて、こう、わかります？わかんないかな。結構ね、粗めの塩なのよ。はい。で、これがね、ものすごくおすすめです。もうそのままペロッと舐めてもいいぐらい、美味しい塩なんで、ぜひですね、チェックしてみてください。もうこれがあれば多分他の調味料いらないってぐらい美味しくなるので、ぜひ試してみてください。というわけで、今日もそれいかがだったでしょうか。2週間で腹筋割れるダイエット食品トップ5ということでやらせていただきました。はい。でもやっぱダイエットしてるとね、一番の問題は、でも意志が弱いんですと。食べるべき食材が分かっても、時々お菓子食べちゃうんですと。ね、時々ラーメンとか食っちゃうんです。どうすればいいですかと。はい。ご安心ください。実はね、そういう意志の力って鍛えられるんですよ。で、しかも一回鍛えられると、失われない、減らない最強の意志力ってのを作れるんです。で、これができれば、別に、こう、あとはね、こういうふうにダイエット食品とかの正しい知識さえあれば、普通に勝手に痩せますし、太らなくなります。で、そんな意志力を作るための方法、このやることをですね、今日の動画の概要欄、コメント欄の他は見れるようになってます。ぜひですね、続きの動画、意志力に自信がない、ね、いつも心が折れてダイエットうまくいかなかったって方は、これ見れば、普通に我慢しなくても自分をコントロールできるようになると思うので、ぜひチェックしてみてください。というわけでですね、本日続きの動画、概要欄、コメント欄の方から、減らない意志力、使えば使うほど強くなる意志の力という動画ありますので、ぜひ D ラボの方でチェックしてみてください。それでは続き、概要欄、コメント欄の方から D ラボでお会いしましょう。バイバーイ。